若月僧は、信濃国水内郡にあった荘園である。この地の地頭として着任した、源頼高は、平安時代末期から、鎌倉時代初期にかけて活躍した武将である。源義朝の身代わりとなって討ち死にした父親の、源義隆が、相模国毛利省を拠点としていたことから、毛利氏を名乗っていたが、仕えていた、源頼朝の死後はこの地を所領として居住し、 若月市や大志田しと高松市などの祖となったとされる。吉高の彦の若月五郎来中は、北白河蔵人として、東昇園を伝領した。現在の若月団地の一宮に里城跡の名残を伝える。山城跡が、北の山登山の中原に築かれた体の取りと伝えられ、笠戸大和田宮はこの城の守護神として誕生されたものとしている。若月城は、 団地造成前までは、南の本丸や、二の丸跡が水田、畑の中に残されていたが、今は、水の枯れた堀跡が面影をわずかに残す。城跡は、東西126メートル、南北180メートルの規模であったと伝わる。城には、浅川の分流を改作した太郎石が惹かれ、推理としていた。鎌倉時代には、あずま文治2年3月12日上に、 小白川法王から源の頼朝に示された関東ご治行国々内の組最小注文にもなが、見え、赤しぼ大院領となっている。南北朝時代には、高梨氏の治行となり、新たに若月新城が開拓され、都ぎす志心妻、蓮などの諸号が含まれた。室町時代の大江十年、細川兵庫女児中が、幕府大官として、善光寺横山城に入った。 大東合戦以来の信の国の混乱に対する直接統治に乗り出しての幕府の措置と考えられる。しかし村上光信や大井光則、井上光頼、小笠原玉紫らをはじめ、友の氏安田氏らが大官の命に従わず連合して守護所を攻めようとした。このため市川忠田氏らと出撃して段の原での合戦となった。敗走する村上市らを追撃して、 聖人市城や塩崎城でも攻防戦が行われて、落城させた。翌年にも、大館の所領実態救命に対して、高梨様之助による強い抵抗があった。このため高梨氏の支配拠点であった桐原館や若月城に出撃し、たちまち攻略している。さらには、下芋川、かえすけ、東城など、高梨氏支配地域への転戦が続いた。これ以後は、 幕府の品の支配が安定したとされている。若月城は、この時の攻略による敗戦で落城した。欧二28年の将軍、足利義持五教書では、前臨寺、若王子領となっている。戦国時代は、高梨氏と村上氏の小勢り合いにさらされていた。高梨氏に隷属していた上司は、村上氏を撃破した武田信玄に追われて、越後に逃れた。 第三次川中島の戦いでは、田草山城の上杉法と若月城の武田方との間で戦われたと伝えられる。ありがとうございます。